はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、 M29 いろいろ、まあ M29 がどうのこうのっていうあれじゃないんだけど、まあ俗に、44マグナムとね、44マグナムなんて呼ばれる、回転式の拳銃じゃないですかね。44マグナムで、44マグナムって何なんだよと、そんな感じでやっていこうというところです。じゃあ44マグナムっていうのを知る前に、まずマグナムって何なんだよとね、どういうことなんだという話でね、マグナムっていうのは、まあざっくりですよ、ハンドガンでリボルバーとかで使う弾の中でマグナム弾っていうものは、単純にケースが長くて薬量、火薬の量がたくさん入って威力が出るよと、そういうのがマグナム弾なんだよっていう認識でとりあえずいいと思います。リボルバーの中でね、例えば同じ44マグナムでも44オートマグとかさ、ね、オートの44マグナムもあるんだけど、まあ今回はね、この場ではとりあえずは口径が一緒で、ケースが長くなったやつをマグナム弾と呼びますよというところです。まあ今ね、これ38スペシャル弾と、357マグナム弾、どっちもさ、ドット38インチとドット357インチなわけなんだけど、38スペシャル弾は確かケースの径がドット38インチなんだよね。で、357マグナム弾は弾頭の口径が、357なんだよね、 0.357 インチということで、この2つの弾は同じ口径なんだよと。ちなみに0.357 インチは 9.1 ミリ、およそね、だいたい 9.1 ミリで、 9.1 ミリっていうとみんな大好き、9ミリパラベラム弾ね、僕が P08 とか M9 とかね、あの辺で使う、9ミリパラベラム弾、これが、9.01 ミリの口径なのかな、って感じなんで、まあ同じとまではいかないけど、かなり近い、まあ似たような口径なんだよと、そんな感じです。もうさ、キューパラと357マグナム弾だと、もうこんなにケースの長さ違うもんね。ケースが長くて火薬がたくさん入ってるのはマグナムなんだよと。で、38スペシャル弾と357マグナム弾は口径一緒だよと、で、357マグナム弾はケースが長いからマグナム弾なんだよと、ね、で、38スペシャル弾を357マグナム弾を撃てるリボルバー、例えばパイソンとか M586 とかあの辺で撃てるけど、38スペシャル弾用に作られた鉄砲をね、そこに357マグナム弾を入れて撃つことはできませんよと、まあ長さ違うんで入らないようになってますよと、まあそんな感じですかね。マグナム弾っていうのはそんなもんなんだよと。もう細かく言えばたくさんありますけど、ざっくりね、今回このぐらい知っておくといいのかなというところです。マグナム弾っていうのが意味が分かったところでね、じゃあこれは357マグナム弾なわけじゃないですか。だいたい9ミリ口径がね、そこで出てくるのが44マグナムなわけです。バーン、これ僕が普段持ち歩いてる44マグナムのダミーカートのキーホルダーですね。ちゃんと言うとドット44、まあ44レミントンマグナムと、これドット44インチなんで、ドット44というか 0.44 インチなんで、口径がね 11.2 ミリ、もうね1センチを超すんですよ口径が、ね、そういうマグナム弾なんだよと。これが44マグナムですよとね。357マグナム弾と比べるとだいぶファットな印象だよね。こんな感じです。で、まあこれは44マグナムで44口径なわけだけども、まあみんなが知ってる似たような口径の弾っていうと、もうこれだよね、ドット 45ACP 弾、これは、ガバの弾ですよ。要はガバの弾ね、このケース部分の全然違うよね。ケースの径も違うしさ、口径はこっちの方がでかいんだけどね、44マグナムの方がね、ケースは太いし火薬はたくさん入るし、ね、こんな違いになってますんでね、もうとりあえず44マグナム44マグナムといった時に、なんかね、こう男らしさの象徴みたいなイメージありますけど、かなりやばい
ったんですよ。今でも人気があるのかな。まあそのハンドガンリボルバーの中で最強っていう時代はもうとうの昔に過ぎ去っていますけど、いまだにね根、ね、強い人気がといいますかね、なんかこう思い出補正ありますよね。まあそんな感じでくどくどとこの弾について喋ってきましたけど、こいつを、使う鉄砲だから44マグナムって呼ばれるということなんですよ。別にこれがマグナムってわけじゃないんですよ。これはリボルバーね、スミス&ウェストの M29 っていうリボルバーなんだけど、マグナムを使うリボルバーだからマグナムリボルバーなんて呼ばれちゃったりねするわけです。なんでね、まあこうやって M29、44マグナムだけ並べると、まあうん44マグナムだねみたいな、まあ、僕なんか手がでかいんで握ったところでしっくりくるんで、でかさがあんまりピンとこないかもしれないですけど、ここで例えばみんな大好き M19 スミス&ウェストのね、これは次元大輔が使ってたモデルなわけですよ、ね、この辺と比べちゃうとほらね、もうだいぶなんていうんですか、シリンダー周りなのかね、こうスリムな印象で取り回しも良さそうでみたいなね。そうだね、44マグナム、スミス&ウェストばっかりだけど、コルトの44マグナムっていうとコルトアナコンダになるのかなね、うん、コルトアナコンダのなんかトイガンちょっと探してほしくなっちゃうね。ダミーカート入るやつね、欲しくなっちゃうけど、どっかから出てくかな。ガスリボルバーだとマルシンあたりから出てんだっけね。まあそんな感じです。なんでもう44マグナムね、なんか最強感があって好きなんですよ。まあ最強でリボルバーっていうと今で言うとスミス&ウェストの M500 とかになるのかな、うん、まああれだけどね。でもなんかこう思い入れがあってね、どうしてもこう好きになっちゃうっていう。でもやっぱりリボルバーっていいですよね。こうやって一個一個こうカートリッジ入れていく感覚が。これクラウンの M629 だったものがM29 に生まれ変わったっていうね、シルバーモデルを塗装したやつね、動画にしましたけど、面白かったねこれ、うん、まあ、中途半端にカウンターボアだよね、うん、これね気に入ってるんだよね、クラウンの10金の M29、 これ非常に気に入ってます、うん、カートリッジも塗装しちゃったりしてねただクラウンのカートリッジやっぱ長いよねこんなダミーカードと比べるとこんな長い、細長いです、うん、まあリアル感がちょっとないかもしれない。で今度はこれね、ハイズさんから提供してもらったマルシンの古いマルシンのねM629 か、これいいよ、これいいんだよ、やっぱりいじっちゃうもん、カラ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 こうやって、でカウンターボワードきっちりしてるしね、うん、そうなんだよな。でカートリッジがね、ダミーカートとやっぱり近しい大きさだけど、入っかな、ダミーカート入んねえね入らない、ちょっとスリムに作られてるわ。この辺がちょっと時代を感じるよね、うん、これねいいな、うん、はい、こういうのがちょっと時代を感じるところではあります。でもかっこいいと。でこれですよ、 6.5 インチなりきりハリーキャラハンM29 ですよ。これもハイズさんから提供してもらった、これは田中の、モデルガンですけどね。いやいいね、これ田中のモデルガンすげえ頑張ってるよね。ただこうカウンターボワードじゃなくてなんか酷評されてたんだっけ、で次のなんかからちゃんとしたやつ出たんだっけ、ね、まあ、いろんな曰くがありますけど頑張ってますよ。発火カートリッジでほんのインサートの分だけ短い程度で済んでますからね、迫力のある発火カートリッジになってます。ダミーカートは、おお入るよ、ほらダミーカート入るもんすげえいいよね、これほらこんな感じになってます。あーいいね。でハイズさんからはこれ用の木製グリップも提供していただいてるんで、かっこよくパリッと、これは塗装だよな、うん、サイドプレート金属だとかいろいろあるけど、こいつはちょっと塗装したいね。塗装するとこんな感じになるか、別の色で塗装しよう、うん、涼しい時期になったらこれは塗装してやろうかなと思ってます、うん、でここにデデンと鎮座してるのが国際の金属モデルガンの M29
これはとても古いものでね、これもハイズさんに提供していただいたお品物なんですけど、だいぶね金色が退色してたんで、あのこの銃口の中ちょっとシルバーにしか見えないと思うんですけど、あのもうほとんどシルバーじゃないのっていうぐらいメッキが退色してたんで、メッキ工房の厚塗り金メッキかねでメッキし直して、ちゃんと金色ね、どこに出しても文句言われない金色になりましたよっていうところ。例えばほらメッキが退色したところに何て言うんですか、クリアイエローを吹いたりとか金色の塗料で塗ったりとか、あれちょっとかっこ悪いじゃないですかね。なんでちゃんとあのメッキでとなると、メッキで金色でとなると、メッキ工房の厚付け金メッキが一番こういう質感に仕上がってかっこいい金色になりますんでね。まあもしメッキが退色した人はあの動画を参考にしてやってみるのもいいかもしれないです。このぐらいの一瓶で1万ちょっとぐらいするんだけど、それバーってやるとこんな金色になりますんで、まあ話が脱線しちゃいましたけど、これ古いモデルなんでね、赤カートリッジは先端にキャップ火薬を詰めるタイプのね、で激震が、まあ、デトネーターがシリンダーインサートについてたタイプのやつですけど、これね、いやでもこれは重くていいね、すげえ重い。でこのシリンダーが完成で回るじゃないですか。でシリンダーストップがシリンダーを止めるわけですけど、このシリンダーがカチッて止まるシリンダーの完成をね感じることができると。いいね、たまに引っ張り出しますけど、エキストラクターいらない、まあ、そんな感じになってますよしと、まあ、僕なんかはそのダーティハリーを見てね、ハリーキャラハンがね、このなんて言うんですか、 6.5 インチの44マグナムでね、スミス&ウェストの M29 で車打ってね、車も止めたとね、エンジンも打ち抜けるなんていう噂になりましてね、あれはドライバーを打ったんだけど、車ももう貫通しちゃうぜみたいなエンジン止めちゃうぜみたいな噂が出ちゃって、一時市場からですね M29 が消えちゃうと、なかなか手に入らなくなっちゃうみたいなね、そういう曰くもある鉄砲なんで、まあ結構好きなんだよねというところです。さあもう何も出ませんじゃあ何がやりたかったのって、44マグナムについてこうちょっとね、さあこんな感じです。結局最終的には手持ちの M29 をなんていうんですか、カートリッジ入れて出したかっただけみたいな動画になってますけど、44マグナムパッと言いますけど、44マグナムね、こういうなんていうんですか、弾の、まあ、使用弾薬の呼び名から来てて、ね、でこのリボルバーを44マグナムっていうわけじゃないし、ね、まあ、マグナムリボルバーなんて呼ばれますけど、弾のことなんですよみたいなね、そんな感じか。はい、まああれですよね、僕のチャンネルに寄ってくださってる皆さんにこんなお話をしたところで釈迦に説法かもしれないですけど、弾の違い、リボルバーで使う弾薬の違い、これはリボルバーで使わないけど、まあこの辺のね弾の違いね、リボルバーで使う弾の違い、まあこの2つはリボルバー用じゃないけどもね、口径がだいたい9ミリなんだよっていうね、この辺でケースの長さが長いとマグナムなんだよ。で44口径ドット44インチね、0.44 インチのマグナム弾を使う、リボルバーを44マグナムと呼んだりするんですよみたいなね、そんな感じです。はいね、いいかなもう僕も言いたいこと全部言ったしみたいなそんな感じです。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。いいね、やっぱりリボルバー味があります。